飛び込め情報の海パンクレコースライブラリー。よー、わしはしがない天才科学者ドクターベガパンクの一人リリスじゃ。同じくベガパンクのエジソンやで。今回はこいつセニョールピンク、ドンキホーテ海賊団の幹部でスイスイの実の能力者じゃ。海以外ならあらゆる場所を自由に泳げるぞ。かなり強烈な見た目やけど、その言動は超ハードボイルド。6月12日生まれで、好物は妻ルシアンの手料理とギムレットっちゅうカクテルやぜ。ハードボイルド。まとわりつくんじゃねえ小娘ども、もっと若え男と遊んでこい。仲間や猫を身を挺してかばうなかなかの男や。フランキーとの一騎打ちはまさに両者一歩も引かん戦い。最後は勝利したフランキーもセニョールピンクを兄弟っつって健闘をたたえたとか。ふっ熱いな。どうやらこいつには秘められた過去があるらしいが、それをここで言うのも野暮じゃな。いつか生のハードボイルド武士を拝んでみたいもんやぜ。今日のコーナーはここまで。見たからには研究費のガンパよろしくな。また次回やぜー。